文革、宗古十種、遠藤森藤を名乗っていた頃の若き文革。人妻、今朝午前に恋し、その夫を殺害せんために寝室に忍び寄る。月岡吉が氏が夏滝で滝行を行う文革と、文革を助けるこんがら同時、聖高同時文革と、こんがら同時、聖高同時文革兼任3年7月21日は、平安時代末期から、 鎌倉時代初期にかけての武士、新言宗の僧。父は、左近正言茂縁。俗名は、遠藤森藤。文学、あるいは文学商人、文学聖人、高尾の聖とも呼ばれる。弟子に、上閣、孫弟子に、妙偉らがいる。摂津源氏家の武士団である渡辺藤、遠藤氏の出身であり、北面武士として、蕎麦天皇の王女を子内親王に仕えていたが、 19歳で出家した。京都古大山神護寺の再興を、後白河天皇に合祖したため、渡辺党の統領、源、頼政の治行国であった伊豆国に入るされる。文閣は近藤四郎国公に預けられて、な、小屋寺に住み、そこで同じく伊豆国ビルが島に入るのみだった、源頼朝と地遇を得る。後に、頼朝が、 平氏や欧州藤原氏を倒滅し、権力を掌握していく過程で、頼朝や後白河法皇の庇護を受けて、新五寺、当寺、高野山王塔、東大寺、江ノ島部財天など、各地の寺院を勘定し、所領を回復したり建物を修復した。また、頼朝の元へで死を使わして、平これ森の維持六代の除名を嘆願し、六代を新五寺に保護する。頼朝が、 聖位対将軍として存命中は、幕府側の要人として、また、新五寺の中高の祖として、大きな影響力を持っていたが、頼朝が死去すると将軍家や天皇家の相続争いなどの様々な清掃に巻き込まれるようになり、三左衛門事件に連座して、源の道下に佐渡国へ入るされる。道下の死後許されて刑に戻るが、六代はすでに処刑されており、 さらに元及二年、言葉上皇に、無本の疑いをかけられ、津島国へ流罪となる途中、新税で隠しした。極葉によれば、頼朝が文革を、基礎吉仲のもとへ使わし、兵士追悼の下体や胸中での乱暴などを、求問させたという。区間賞には、乱暴で、行動力はあるが学識はなく、人の悪口を言い、天狗を祭るなどと書かれ、また、 文革と頼朝は4年間朝夕慣れ親しんだ中であるとする。聖夜賞によれば、同時代の僧侶採業を憎んでいたとの噂があったという。平家物語では巻第五の文革荒行、漢人長、文革比竜、福原院前にまとまった記述があり、海の嵐をも沈める法力を持つ主言者として描かれている。頼朝に、某ふみもと、 義友のされ神戸を示して、決起を促したり、入るちの伊豆から福原慶の藤原光義のもとへ、赴いて、後白河法王に、平氏追悼の印前を出させるように迫り、頼朝にわずか8日で印前をもたらした。巻十二の初瀬六代では頼朝に、直接六代除名の許し分を受け取りに行く。また、後鳥羽上皇の性を批判したためを帰国に流されるが、後に、 上皇自身も上級の乱で大帰き国に流される結果になったとする。いずれも史実との食い違いが多く、平家物語特有のドラマチックな脚色がなされていると言える。厳平清水器は出家の原因は、いとこで同僚の渡辺渡るの妻、今朝午前に横連帽し、誤って殺してしまったことにあるとする。期待の先導者、文革の前日タウンが文革発信である。 事件は創作とされるが、登場する、今朝午前は、絶世の美女、行動と定説の狭間で死を選んだ定女とされてきた。和歌山県桂木町笠田には、文閣が開作したとする伝承が伝わる、文閣医が所在している。文閣医は、木の国笠田荘を考えした、中世の用水路。タ滝の下流に、文閣が修行をしたという、文閣の滝が存在し、 滝に打たれる文革のもとに不動明王の使いがやってきて修行を成就するシーンがよく描かれる。これは2011年の紀伊半島大水害で消滅した。ありがとうございます。